平均およそ45%余りの電気料金値上げを国に申請している北陸電力はオール電化住宅などに販売している自由料金についても来年4月に1割程度値上げすると発表しました主力になる石炭の影響、今回の高騰の影響が大きくですまあいわば抜本的な見直しをさせていただいたと北陸電力は今日会見を開き 電力側が自由に料金設定ができる自由料金を来年4月に値上げすると発表しました自由料金の値上げは2018年4月以来5年ぶりとなりますオール電化住宅向けのプランのほか大規模な電力を必要とする工場などの高圧プランが対象です北陸電力は一般家庭向けの規制料金について先月30日 平均で45.8%の値上げを申請していました。自由料金は燃料費調整額の上限がないため、すでに値上げが行われていて、来年4月の値上げ幅は電気使用量が平均的な過程で1割程度になるということです。北陸電力は詳しい値上げ内容について個別で問い合わせに応じることにしています。